ふわふわです。このふわふわとろとろの卵を使ったオムライスが今危機に直面しています。高知市のオムライス専門店オムライス、開店から22年、夫婦で店を切り盛りし、オムライスを中心に50種類以上のメニューを提供しています。この道40年以上の溝口秀夫さん、67歳、多い時には1日に70食以上のオムライスを提供しています。 2L はスタートぐらい、これでオムレツ大体普通の L サイズだったらこれで3つぐらいあるでしょ、なんか見た感じが。オムライスには欠かせない卵や鶏肉価格の高止まりに苦境が続いているといいます。卵の量は変えたりしてないんですか？それはちょっとできんですね。やっぱり自分が今まで作ってきたこだわりというんですかね、やっぱり消すことはできんです。やっぱりなんか営業日には毎日県内の卸売店から卵10キロを購入していますが、仕入れ価格が徐々に上昇。去年4月には10キロ2800円でしたが、11月には3540円まで値上がりしました。この時点でオムライスなど一部メニューの値上げに踏み切りました。しかし仕入れ価格はさらに600円余り上昇。去年4月と比べると1年でおよそ 1.48 倍となりました。下がること知らんもんね、全然ずっと上がりっぱなしみたいな部分だ。これ以上どん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 上がっていたらとてもないけど、うちも多分やっていけんのやないかと思うんです、ね、それでも長年愛されてきた店自慢のオムライスは価格据え置きで、できるところまでやっていきたいと話します。自分が食べると思ったらやっぱり美味しいもの食べたいしね、それはやっぱりそれなりにやっぱりまともなものを出したいみたいな部分やね。